1> 第1回律の責務計35は、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトが作曲した最初期の舞台作品である。宗教的ジング・シュピールと呼ばれ、また、オラトリオに分類される場合もある。1767年にザルツブルクで作曲された最初期の音楽劇だが、作曲当時のモーツァルトはわずか11歳であった。詳細な作曲の経緯については不明だが、 唯一知られることは、ザルツブルクの大司教シュラッテンバッハが、同地で活動していた、作曲家たちを集め、その中からミハエル・ハイドンとアントン・カーイイターン、アードル・ガッサーの二人と、11歳のモーツァルトが選ばれ、三人に、対してドイツ語による、宗教劇の共作を命じたことによる。モーツァルトは、第一部の作曲を、第二部は、ミハエル・ハイドン、第三部は、 アードルガッサーが担当する。初演は、同年の3月12日に大司教宮殿の騎士の間にて行われ、成功を収めたと伝えられる。この成功に報酬として12ルカーテンの金メダルがそれぞれ贈呈されている。なお、この作品の第2部と第3部の楽譜は、パート譜と総譜が共に紛失しており、その所在も不明である。 唯一現存するモーツァルトが担当した第一部の自筆譜はヨハン・アントン・アンドレという人物が保管し、その後他社が買い取った末に、現在はウィンザー城の王立図書館に所蔵されている。しかし上演に使用されたパート譜は消息不明である。台本の作者は長年にわたって議論されてきたが、1957年に文筆家のイグナーツ・アントン・バイザーという人物である。 ことが判明した。除極と白極のナンバーから構成される。怠惰なキリスト信徒が様々な体験を通し、重ねながら信仰に目覚めていくというもの。ありがとうございます。